インドのタミル語映画で活動する俳優。アナンダ・ビカタン映画賞を3回受賞している。アンダ・ホン・カタライ、コロメブー・コキーラ、パリラム・ペルマールなどで高い評価を受けており、タミル語映画で最も人気のあるコメディアンの一人である。テレビシリーズ、ドルー・ウソブ・ハの撮影を友人と共に見学した際、監督のラーム・バーラに見出された。 彼は、容疑の独特のルックスと体格に関心を示し、彼を勧誘して俳優に起用した。また同シリーズの助監督も務め、2年間ラームを補佐した。2009年に、スブラーマニアムシバのヨギーで、早くとしてアミールと共演した。彼は、同作のタイトルから自身の芸名を容疑に解明した。2012年に、スンダルシのコロカラプに出演し、 2013年には、ブーパティ・パンディアンのパテとヤーナイでコメディリリーフを演じ、ローヒト・シェッティのチェーンナイ・エクスプレス・アイと勇気のヒーロー参上では、シャールク・カーンと共演した。2014年に、マーン・カラテでシバ・カールディ・ケイアンと共演し、ヤーミル・カバイオメでは、クリシュナと共演した。容疑はこれらの作品でコメディアンとして人気を集め、2015年には、カーカ・ムッタイ。 キルミなど12本以上の映画に出演した。2016年には20本の映画に出演し、ビジャイセイドパティと共演したアンダフォンカタライでは演技を高く評価された。2018年にコロメーブーコキーラでは悩んだらの恋人役を演じ、批評家から絶賛された。また、カリアンバヤスのアイテムソングに登場して話題を集めた。同年出演した。 パリラム・ペルマールでもコメディリーフの演技を批評家から絶賛されている。2019年にダルモ・プラブフでヤマアン・タカ役に起用され主演デビューした。2019年にはサム・アントンのゴルカに出演している。ヨギー・バブー・ IMDB。ありがとうございます。